はい、俺の勝ち。はい、俺の勝ちです。ドアン。ドアン。ユイがね、ユイが逃げた。で、セブンも、あの、なんか、一試合しかやりたくないとか言って逃げようとして。うん。ヘタレ。ヘタレ、ヘタレ。ユイがもセブンも。うん。口の花火やると、ユイユイキュッ。情けねえ、おっさんだな、セブン君や。怖い仲間いっぱい連れてこいよ、セコンドに。おい、わし仲間はマジ怖えけえのっつって、いっぱい連れてこりゃいいだろ、恥さらしのセブン君や。わしセコンドに怖い人いっぱい連れてくるけえの。殴る価値もねえやな、逃げるやつなんて。殴る価値もねえんじゃねえ。ほんとただのゴミなんじゃねえの。めちゃくちゃ弱いんじゃねえの。めちゃくちゃ弱いんじゃねえ、喧嘩。腕に覚えがあったら俺とヒカルと戦ったって2戦連続でやったって別にできるって思うでしょ。誰にも負けねえっていうような腕に覚えがあったら、何が1試合しかやりたくねえだろうな。絶対弱えだろあいつ、絶対喧嘩弱えぞあいつ。ボコボコにしたろかよ、マジで。ボコボコにぶん殴ったのよ。本当だよな、今まで通りちゃんとよ、金杯30秒で沈めて、体力温存してヒカルとやったるわぐらいの口ね、ちゃんと言えよな。ビビってでも。入れ墨でビビらし、入れ墨とあの、ふかしでやってきたんだろうね。入れ墨こう見せびらかして、あとふかしでわし、うん、喧嘩強えけ、昔チーマやっとったけ、格闘技もやっとったけよ。で、あと人脈を見せつけるのね、あの架空のただあのドキュンリスナーがただね寄ってきてるだけなのに、わし怖い人が周りにたくさんおるけのって言って、全部ふかしだわな。全部架空だよ、ほんと架空の存在。もう一回俺がちゃんと煽ったらね、なんかこれね、
え、セブンがね、あの TJ カウントダウンに来た時どんな状況だったか知っとる？まず周りに自分を止めてくれる人がいるかを確認してから入ってくるのね。で、あのあれだよ、まずあのヒカルが、あ、セブンさん先日すいません、もうお久しぶりですって言ってやったら、セブンがこんな状況だから。いや、で光がいやー光さん大変ですねって、でポンスケがめんどくせえ、であの TJ はじゃあのもうあの喧嘩とかさ、これリアルにさ持ち込むのさやめてもらえないかな、これさなんぼこれなんとかしてよ、これセブンさで、あのセブンは奥の方でリスナーさんに止められて、みんな知らけてたよ、セブン以外みんな知ら、知らーしーんとしてたよ、バカじゃねえなあいつ。でセブンがあのリスナーに、あのセブンで暴れるからもう鬱陶しいからみんなにつまみ出せっつってさ、リスナーさんがこうやって連れて行くときに俺自分で放送してからチラッと映しちゃうんだよ。そしたらセブンがそれに気づいて、金馬を誰とっとんやんかい、うえ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 うわぁ TJ 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 これどうすんどうすんの、いや出せ出せ出せっつってもうじゅ、猿、猿で猿、猛獣というか、あのセブンはね、猿みたいなやつだったね。枝豆ちゃん、ハネベルです、キュッキュッ。一人で暴れてんだもん、バカ。一人で暴れてんの、あのバカ、会場内で。試合じゃそれ見れないんじゃない？本当に痛いやつだよ、あのバカ。じゃあ始めると。ゆんゆんゆんキでクソセブン殺したらよいね、あいつだから、あの負けるとこをみんな見せてあげる、うん、強いと思ってるからね、あいつ自分が喧嘩が、うん、でも自信ないんだろうな、あの2試合はやりたくないとか言い始めてるでしょ、どうなんだろうね、逃げるんかね、結局。